おはようございます。おはようございます。第69回目のハートビートラジオです。本日は私阿部芳恵と中込健太と小松崎翔吾と小野田太陽でお届けいたします。さあ本日は皆様も耳にしたことがあると思うのですが、現在鼓動が行っている鼓動太鼓の学校についてお話ししていきます。はい、はい、一体どんな学校なのか、どんな魅力なのがあるかなど皆さんに知っていただけたらと思っております。いやいやいいじゃないですか。頑張ります、はい、そして我々がその太鼓の学校では講師を務めております。私たちがレッスンを経て感じることなどもお話ししますので、こんなこともやってるんだなと思っていただけたらと思います。はい、鼓動としてもかなりこう新しい試みで試行錯誤しながらね、そうですね、やっておりますけれども、なんかこの魅力が伝わってより多くの人とつながりたいなと思っていたら、やっぱりラジオで話すべきなんじゃないかということで、はい、今回この回をやることとなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、ケンタさん、ヨシエさん、太陽さん中心に話していただいて、私はもう本当に静かにしておきますんで。いやいやいや助けてください。助けて。いやいやいや、あがあがあが、もう聞き慣れすぎちゃって僕の声、リスナーの皆さんあれなので、まあでもとりあえず、ラジオのまずはメッセージコーナーということで、ここまでのラジオを聞いていただいたリスナーの皆様からのメッセージ紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、ラジオネームミノカンさんよりいつもありがとうございます。新潟県太鼓フェスティバルの配信を見ました。セイタさんの大太鼓は初めて見たような気がします。大太鼓も翔吾さんの歌も素敵でした。配信ですが熱い気持ちが届く演奏でした。満ち欠けアースセレブレーションの情報も出ましたね。ワクワクしますと。今年も新しい企画が盛りだくさんで楽しみですということで、ありがとうございます。ありがとうございます。どしどしね、情報解禁しておりますから、うん、皆さん楽しみにしておいてください。2022年ということで、はい、次のメッセージ参ります。ラジオネームだるまちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、プロレス会聞いていただきました。熱いプロレス談義、太鼓以外のことでこんなに盛り上がっているのはとても新鮮で面白かったですということでした。ラジオだから表情は見えませんが、なんだか聞きとして話しているところが想像できますねと。他の方の熱い思いもまた聞かせてくださいと、まあ、何でもいいのでフリーに良きタイミングでお願いしますということで、このプロレス会はですね、はい、ゆうさんも出演しました。熱くですね、もうあの大好きについて語るという、こんな意外とやっぱりこれ好評でしたよ。ね、本当にみんななんか話して、いるうちに盛り上がっていっちゃって、なんかもっといろんな、ジャンルで話していけたらいいななんていうこともありますので、リスナーの皆さんももしこんなこと話してとか、あったらどしどしメッセージと合わせてこちらへ声を届けてくださいということで、本編参りましょうか、吉江さん。はい、それでは参りましょう。ハートビートラジオ。はい、では早速太鼓の学校について語っていきましょうではありませんか。はい。まず太鼓の学校とは何ぞやというところでですね、これ去年から始まったんですよね。はい、そうですね。ね、トライアルということで、始めさせていただいたんですけれども、鼓動今までもワークショップという形でいろんなところに行って、学校さんとか一般の方に、ワークショップをしていたことはあるんですけれども、今回初めてオンラインで、うん、はい、鼓動のもっとマニアックなところをですね5ヶ月間という長期にわたって、レッスンしていくという内容になります。はい、ということで、どんなことをやっているのかっていう主なカリキュラムっていうのを、はい、太陽さんちょっと説明してもらってもいいですか。はい、主なカリキュラムといたしましては、まず、私たち鼓動の演奏メンバーが、まあ、体についていろいろと研究していたり気になっていることを
まあ、それぞれのアプローチで、対処しているので、そういったプロセスを皆さんにご紹介しつつ、それをどう、鼓動流の太鼓の基礎につなげていくのかっていう、そのプロセスも一緒に、体験してもらうコースとなっています、はい、そしてその太鼓の基礎を今度は曲演奏の方にどうやってつなげていくのかというプロセスも、一緒にご紹介しているので、そのような内容となっております。うんうんうん、なんかコロナ禍の時にみんなでミーティングをそういえばしたよね。しましたね。やりましたね。その中で一つとして、こうオンラインで何かこう鼓動がこうアウトプットする場を設けたらいいんじゃないかっていうのも一意見としてあり、それを前から考えていたスタッフの思惑とも一致し、行うことになったわけですけれども、実際じゃあオンラインで何が伝えられるのかってすごい難しかったと思うんだけど、結構悩みましたよね。ね、何を結構時間かかりましたよね。なんか研修所でそういう鼓動のスピリットみたいの、あの伝えるにのに研修所で2年間かけて教えてることってあると思うんだけど、審議体じゃなくてクラス学ぶ作る審議、ねね、体でもあります。書いてあるとか言っちゃダメですから読もうとしてるからこうやって、うん、全然大丈夫です、うん、そうですね、うん、あ、僕今呼ばれました。そうですね、ちょうどラジオと同じスタートだったかなっていう感じがしますね、うん、たくさんミーティングしましたよね、うん、そうだね。だから研修所で伝えてることってなんだろうっていうことをいろんな人からこう、話してもらったりとか聞き取りとかして、うん、で結局なんかこれだみたいな、うん、鼓動メソッドはこれだみたいな感じにはそうならないっていうか、誰もが自分の大事にしてるものをたくさん持ってる、でいろんなアプローチがあるのが鼓動なんじゃないかっていうところに行き着いて、でなんか今やってるこの太鼓の学校もそれぞれのなんか思いとかそれぞれが最近勉強してることをシェアしながらなんか一緒に学び合ってる印象がすごいありますよね。そうですね、うん、それがむしろその太鼓の学校の一つの魅力じゃないかなとは思います。それこそそれぞれのメンバーがそれぞれに気にしていることをまたみんなとその世界中の人たちと共有できるっていう、とても素敵な場所だなっていうふうには僕は思います、うん、だからカリキュラム作るのも大変でしたよね、吉江さん。大変でしたね、うん、なんか何からやったらいいのかっていうのもそうだし、その基礎っていうところでやっぱりじゃあ何を教えるのかっていうところでメソッドが、うん、そのそれぞれに今追求しているところなので、うん、迷うところはたくさんありましたね、うん、だ勉強会したよね、はい、勉強会しました。そうシェアするっていうありそうでなかったっていうか、なんかそれが逆に僕らにとってもすごい良かったりしましたよね、うん、そうですね、あとはこのなんかオンラインでお伝えするということで一つ一つやっぱり言葉にして伝えなければならなかったので、それも良かったですよね、うん、なんか全部感覚でああこうみたいな感じでやってることがなんか少し自分たちでも明確になったというか、なんかその作業が面白かったですよね、うん、研修所ではね一緒にこう隣にいて、うん、うおーって熱量と一緒にこう伝えるから、うん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 、かなり情報量としてはなんか直球でこう伝わってきて、うんうん、でその人のリアクションとかもこっちも感じながら一緒に歩いていける感じはするんですけど、やっぱりオンラインって僕たちも全然慣れてないし難しいですよね。特にね太陽は同時通訳はいバージョンっていう時があるので、ね、本当にこれリスナーの皆さんに伝わるかどうかちょっとわからないんですけど、なんか日本語で例えばこういう風にしてくださいって言った後にそれを英語で言ってみたいな、それをもう頭フル回転、ね、最初のうちはやっぱりそのペース配分というかその頭の使い方が難しくって、うん、やっぱりその2時間のレッスンなんですけども、うん、もうほんとヘトヘトになりながらいろいろとどういう風に進めていこうかっていうのを試行錯誤しながらゼロ期はやっていましたね、うん、それこそ最初のうちはそれこそ体作りの一番最初のアップの部分も日本語で進行しつつ片っぽの脳みそでは英語に通訳しながら進行しつつっていうのを、うん、永遠とこう繰り返しての1時間とか2時間だったので、
まあ、そこのペース配分を学ぶのにはちょっと時間はかかったんですけども、うん、でもおかげさまでその僕の頭の中で日本語の情報と英語の情報で2回整理することができる分、なんかこう自分の身になっていく速度も2人分2倍な感じがしていて、まあ、僕にしかできないある意味特権かなっていう。すごいよねそれは無理いや見てて思いません、うん、全然言ったことをね日本語だって忘れちゃうもんね、はい、本当ですよ ね、 聞いててもねそれを覚えてて自分でね喋ったことをまた言うし、うん、まあ、あとはサポートとして、はい、例えばこちらの講師の同じ仲間たちが言ったのも通訳してくれたりとか、はい、まあ、他にも通訳のサポートはいるんですけど、やっぱりバイリンガルっていうことがこの太鼓の学校すごくいいところだなって思うし、うん、はい、そうですね、受講生の皆さんからも意外とその通訳を挟むことで一度なんかこう整理をする時間があるっていう、うん、あのお声も結構あったりとかして、うんうんうん、最初は心配だったんですけれども、うん、そういう声も結構ありましたね、はい、それこそあのバイリンガルの参加者も多数いるので、その人たちにとっても、まあ、多分僕と同じような経験をされてると思うんですよね。その日本語で言ってで改めてまた英語で言ってその言われた情報を、まあ、違う回路で処理していってみたいなことがその人たちにもなされていると思うので、なるほど、ね、はい、とてもリッチな環境じゃないかなとは思いますね。あ、ケントさんとこどうですか、実際にそういう、まあ、ラグとかもありましたよね。そうですね、なんかそういうオンラインでまだこうできない、一緒に演奏することが難しいとか、うん、そうですね、そういう中でじゃあどうやって伝えるかみたいな、うんうん、そのあとは室内で練習されてる方もいますもんね、うん、ご自宅で参加されてる方がほとんどなので ね、 太鼓が叩けない状態でどうやって太鼓の基礎を教えるのかっていうのは本当に難しかったですね、うん、そこが結構難題だなと思いつつも、そこをこう掘り下げていったら意外と太鼓を実際叩く以外にもすごくやっぱ深める練習とかなんか、はい、そういう学びっていうの本当にたくさんあるんだなと、やっぱ自分でゼロ期をこうトライアルで皆さんとやっていく中です、やっぱり気づいてやっぱ自分に返ってくるものが大きかったですよね、うん、すごく、はい、ケントはあのバチ作りの台の設計図を書いてくれて、はい、手書きで、はあ、ありました、ありましたね、あれ一期でもね使わせていただいてますよ。あ、本当ですか、はい、うん、ありがとうございます。そう、最初はこのクラス学ぶ作るのこのスピリットをオンラインで伝えようっていうことがあって、だから本当にバチを削ることを家でできないかってね、自宅でやってもらおうということを考えてたんですよね。だからバチ材も世界に発送して、でこの台削る台も設計図を送ってみんなで作ってもらってとか、でそのために家で作れるコンパクト型のなんか設計とかもして、うんうんうん、そんなことも面白かったですけど ね、 ね、作ってたらどうなってたんだろう ね、 本当ですね、オンライン上でバチを削っているっていうそうですよね、楽しい絵になってたとカンナクスは、いい香りがしますのでお風呂に入れていただくと非常に、ヒーリング効果がありますみたいなことを言ってたりとかなんかしそうだなとか思ったりしますけど結構 ね、 ね考えて、例えばこれアパートとかマンションの人だったらすげえうるさいだろうなとかなんかカンカンカンとかシュコ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 みたいな、どういう部屋でやるのが一番適してるのかなとか、じゃあ玄関とかって玄関のちょっとした引っかかりを使って台を固定してとか、そこまで結構シミュレーションしてたんですけど、そうですね、で意外とその海外の参加者の方って、まあ、海外のお家って結構大きい、あと庭があったりする家が多いの で、うん、でなおかつやっぱり海外の太鼓愛好家の人たちってすごく熱心な人たちが多いので、うん、もう設計図を渡しただけでじゃあやってみるわって言って、その、 あの作ったバチのフィードバックとか、うん、こういう問題に直面したんですけども、まあ、どう対処すればいいんですかみたいな質問がその受講者の方から来たのもとてもあの印象的だったなと思います。うん、そうですね、そういうなんか海外の方がどういう環境で普段されてるのかっていうのを知る、うん、きっかけにもなって、なりました、ね、それも面白かったですね。それこそどんなバチ材を使っているのかみたいな、そんな話で盛り上がったりもしましたね。
日本だとそれこそヒノキとかそういうバチを使ってるけども、海外だったらそのヒノキとかってその国では多分育ってない木ではあるので、うんうん、まあその地域柄手に入りやすい木材ってどんなもんなんですかねっていう話、雑談とかもして盛り上がった記憶がありますね。調べたよね。調べました。めっちゃ調べました、ね、聞いたことない木の名前が出てきたから、みたいな、何、うん、って、あ、こういう木なんですか、うん、とか。多分だから性質上ヒノキに似てるからいけるんじゃない、ね、みたいな、うん、ちょっと試してみてくださいっていう風にして、面白かったですよね、それも。あとは体作りですね。そうですね、ここですよ、はい、まずは結構前半の50分たっぷり体作りやっているので驚かれる人も多くて、そうですね、ケンタとかはどういうところに結構フォーカスを置いて紹介してたとかある？そうですね、なんか太鼓叩いてるだけだとちょっと動かしにくかったり意識しづらいところを、なるべくなんか使えるようなトレーニングとか、うんうんうん、やっぱみんなその当時っていうか、まあ今もそうですけど、ずっとお家にいる時間が長かったりするので、なんかちょっと運動不足にならないように、うん、なんかそういうことをやっぱ考えて、うん、あとはもう基本的には自分がツアーで実践してるアップとかコンディショニングのメニューをもう本当にそのまま入れて伝えているって感じでした。股関節とかね、そうですね、お尻とかね、肩甲骨、ね、この前もね、なんか京谷先生たちに追い込まれて、うん、まだ筋肉痛ですけど、ね、どこが筋肉痛、はい、お尻ですね、か電筋、確かにお尻、やっぱそう、なんかでもそこが大事なんだなっていうことが改めて分かったり、また講師陣これでパワーアップしてますから、しましたね、常になんか勉強してお伝えすることがアップデートされながら触れ合ってるからね、受講者の皆様と、はいはい、体作りから入るっていうのもこれ一つ鼓動のなんか特徴かなっていうのが、うん、太鼓の学校だけど、うん、まずは体からだよねとか、うん、あと所作もありましたね。ありましたね。そうですね、はい、ゼロキーは結構所作やりましたね、はい、うん、すり足とかね、そう、難しかった、オンラインでやるの伝わらないですよね、難しいっていうことが分かったりもしたんですよね、うん、だからリスナーの皆さんとかあんまり想像しづらいかなと思うんですけど、所作って言われてなんでみたいな感じかと思うんですけど、やっぱり僕らは舞台で太鼓をね運んだりだとか、まあ立ち姿、音を出すまでのあり方みたいなところをとっても大切にしてるから、やっぱりそこだよね。でまたそれ考えてたらやっぱ体だよね、うん、あ、そしてやっぱトレーニングだよねみたいになって、なんか物を作るところからっていうのと同時に自分の体、自分のこうあり方を作るところからっていうのも作るっていうところに入るのかなっていうことでやってましたよね、うん、皆さんいい汗かいてたと思いますよ、あのなんか、そうだね、受講者の方たち、ヒーヒー言ってた人もいましたし、ね、それこそその受講してくださった方々の中でちょっと体の感覚が変わってきたとか、うん、今までちょっと例えば肩が上がりにくかったけども上がりやすくなったみたいな声もいただいているので、それはとても嬉しいですよね、うん、ね、構えとか、体作り終わって基礎練習のところで構えとか握り方とか、うん、太鼓を打つ前のことを本当にじっくり時間をかけて やらせてもらって、いろいろ智弘さんとかのメソッドも勉強させていただきながら紹介していったんですけども、こう理にかなったというか、自然の体の自然な力を発揮できるような構えっていうのをこう、目指してやっていたので、うん、かなり時間をかけてやったんですけども、受けてる方も分析型の方が多くて、うん、かなりマニアックにこう質問されてくる方もたくさんいたよね、うん、いましたね、うん、ここからだから体作りでしょ、で太鼓を叩くまでのいろんなあり方を作っていって、でそこから実際に基礎練習に入っていきますと、でそこで基礎練習から派生して曲ね、曲の、カリキュラムというか曲作りのところにも入ってきますね、はいはい、譜面が読めなくてもそれこそ口唱歌っていう、僕たちの、まあ、太鼓の伝え方もあるので、それでまた解説しながら教えたりもしています。
いろんな方いらっしゃいましたよね、はい、ゴリッゴリに譜面読める方もいらっしゃれば、うん、ちょっとここどう読んだらいいか分からないっていう時に口障が、うん、あと全力口障がみたいなさ、うん、なんか口障が思いっきり歌ってくださいみたいな、うん、すごくパッションみたいな、うん、モードからめちゃくちゃ脳みそを使うゴリゴリの譜面寄りのモードまで幅広くこちら対応させていただいていた気持ちがございますね。そうですね、はいはい、どちらかというと大事なのがそのゴリゴリのスピリットの方がその口生姜でパッション全開でやった方が、うん、そのオンライン上でも例えばその音が聞こえない状態でもその太鼓の振りに反映はされているので、うん、まあ、そちらをどちらかというとメインに進めてはいるかもしれないですね。なんか僕一回印象的だったのが受講者の方がここの打ち方で、うん、なんだここの口障がはこういう風に変えた方がいいんじゃないか、右手と左手の話とか、はい、そのこのフレーズは右手2回と左手1回の方が打ちやすかったり、この口障がはこうどこどこどんを例えばね、うんうんうん、はい、ドロドロドンとドコドコドンってこっちドロドロドンの方が歌いやすいんですけどっていう提案に対して、うん、こちらがいやそこはなぜドコドコドンって言うのかっていう説明をしてみたりとか、うんうんうん、僕ら鼓動はここのニュアンスをドコドコドンって打ってるのはそのドロドロってすると少し柔らかい感じになっちゃう、うん、パキパキした感じでニュアンスを出してほしいからドコドコドンなんですって話すると、うん、あなるほどなみたいな、うんうんうん、だそこのなんか一方向じゃない感じがすごい印象的で、はい、うんうん、僕もフルタイムで参加させてもらったわけじゃなくて折々でね参加させていただいてたんですけど講師として、それがなんか太陽とその受講者の方がそういうやり取りしてまして、うんうんうん、そこがすごい吉江さんの時もありました、そういう口障がのなんか受講者の皆さんとこう意見交換をするみたいな感じ。そうだね、ドロドロドンとかドコドコドン、なんかこの規則性はあるのかっていう質問があって、はい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 、まあ子が左手なのかみたいな質問とかあってね、うんはいはい、それこそアメリカでの僕の太鼓の経験だと、うんうん、そのまあある種口障がの型というか決まりみたいなものがもう存在していて、うんうん、ドンとかドが右手に来てて、コーンとかコーが左手に来てて、どこどこ右左みたいなのがもうある種形として伝わっているので、だからこそそういう風に口障がを歌い直してもらった方が、まあ、分かりやすいっておっしゃった方も、まあ、いましたね。なるほど ね、あんまり考えたことなかったですけど、私鼓動に来てねそういう規則性っていうことを考えたことなかったけど、うんうん、歌心みたいなところでとにかく思いっきり歌う、うん、歌が上手い人は太鼓打ち、太鼓が上手い人は歌が上手い、うんって言うよね、よく鼓動の中でね、うん、いますね、いますね、うん、あと地方の民族芸能とかでもさ、そうですね、その方言によって全然口障害が違うじゃん、うん、はい、なんかザンチキチッコーとかなんかいろいろあるよね。ありますあります、ありますね、とか、はい、その土地土地の口障害でニュアンスが変わるようにやっぱり鼓動ではこういう風に歌いますっていうことが鼓動のニュアンスとして伝わるっていうことを、うんうんうん、皆さんが受け取ってくださったことがすごい嬉しいし、結果それが実際曲で、うん、まあ、それぞれの皆さんご自宅でさ太鼓実際にない状態で太鼓じゃないものを叩いてる方もいらっしゃったじゃない、はい、でもどこかしらのタイミングで太鼓で叩いた時にそのニュアンスで叩いて、これが鼓動のニュアンスなんだっていう風に言っていただいて、こう広がっていくことがなんかこの太鼓の学校のなんか目指すべきところだの一つだなっていうのを感じているので、そこも含めて受け取ってほしいなっていうのがあったりしましたよね。はい、はい、こんなつなぎ方で大丈夫ですか。ありがとうございます大事っすよね、ケンジさん、やっぱり歌心大事っすね。めちゃくちゃ歌ってますもんね僕たち。そうですね、普段やっぱりそこは妥協せずに叫んでますもんねやっぱりそういうのもね伝わるといいですよね。うん、そんなこんなでそうやって曲をこう最後仕上げていって、うん、ね、はい、本当はまだ実現できてないですけれども、うん、面白い企画やりたいんですよ。そこでその紹介しなきゃですよ、吉江さん。はい、本当はですね、はい、このオンラインで5ヶ月間のコースが終わった後に、はい、佐渡に集合して、そうなん、太鼓キャンプというのが合宿をしようという企画をね、うん、
ゼロ期の時からやってるんで、ね、なかなか実現できないんですけれども、うん、今年の9月、うんうん、はい、9月に太鼓キャンプを予定しております、はい、もし実施できた場合には以前あの受けてくれたゼロ期の皆さんと今受けてくれてる1期の皆さんと合流して、はいはいはい、みんなで一緒に太鼓を叩こうという企画をね、はい、企画中でございます、はい、最高ですよね、うん、これできたら本当にそこではバチ作れるかもね。そうですね、確かね、うん、実際に削ってその準備もね、うん、なんかしましたよね僕たち。みんなでしましたしました。研いだね、カンナを。カンナ研いで、はい、研ぎました。ものすごい数の刃を研ぎました。私たちね、確かに去年のそれこそまだ寒い時でしたよね。そうそう、なんかなんかこの太鼓の学校っていうのは今オンラインでつながる形をとってますけれども、この一つの大きなあの活動としては実際にリアルでつながるところも含めてこの太鼓の学校ってしていこうっていうので、なんか太鼓の学校とかいう名前だったり太鼓の広場だったりいろんな企画をリアルであの出会える企画をしたんですけれども、まだ一個も実現してないので、ぜひ実現した際には今までやりたかったこと全部やりましょう、うん、全部てんこ盛りでみんなで料理も作りましょう。ねえ、はい、ね、いいですね、うん、みんな参加できるのかな。ね、だから海外の人も参加できるのが本当はベストだけど、そうですね、もし難しかったとしてもね、それこそ僕たち参加できる人たちの空間をと、まあその海外の皆さんとオンラインでつないだりっていう手もあるだろうし、確かに、うん、あと僕思ったのが、まあ例えばアメリカで太鼓の学校を受講してくださった方たちはそのアメリカのどこかに集まったりとか、ヨーロッパの方はヨーロッパに集まったりとか、オーストラリアの方はオーストラリアに集むのどこかに集まったりとかして、なんかそこの近くの人たちで集まってそれをつなぐみたいなのも面白いかもなっていうのが今ふわっと思ったりしたんですけど、これまだアイディアなんで全然あの実現できるか分かんないんですけど、何かしらの形で、まああの今あの皆さんが練習してる曲、うん、ゼロ期一期とそのタイトルもつなぐ、はい、そうです、はい、というものなので、なんかつながっていけたらいいなっていう思いが根底に太鼓の学校ありますよね。本当ですね、はい、前ゼロ期の人が、はい、その期が終わった後に、はいはい、感想を、うんうんうん、はい、いろいろ書いてくださったものがあったかと思うんですけれども、はい、うん、ちょっとご紹介したいと思います。はい、はい、じゃあ僕の方から、はい、お願いします。さまざまな声いただいたものをご紹介していきますので、あの印象的なものがありましたら皆さんどんどん口挟んでください。はい、まずはですね、アメリカから参加してくださった方、はい、毎回のレッスンに必ず新しい発見や気づきがあって毎週のレッスンが楽しみですという声であったりだとか、カナダから参加してくださった方、基礎の稽古にこんな学ぶべきことがあったなんて驚きでしたということです。うん、うん、さっきの話もありましたけどね、うん、徹底的にやりましたからね、はい、徹底的に、はい、次はハンガリーから参加してくださった方、うん、はい、一つの動きや姿勢について、それぞれに細かなコツや理由があること、そしてそれらについて納得できる説明も丁寧にしてくださっておりましたという感想でした。嬉しいですね。あとオーストラリアから参加してくださった方、もう本当にいろんなところから参加してくださってます。実際の舞台でどのようなイメージで打つ動作を行っているのかなど、プロの演奏家してとしての経験に基づいたお話が興味深かったですとか、うんうん、そうお話しする時間もあるんですよね、はい、そうですね、雑談の時間とか、うん、まあ、質問も随時受け付けるようにしています、うん、その時にこうやっぱりあこんなことまで気にしてるんだなとか、こっちが驚くぐらい、うんうんうん、分析されてる方も多くて、その質問に答えるためにまた新しく勉強するそうです、ね、あこれってじゃ あこういうことかなって、新しくなんかこう違うメンバーにリサーチしたりとか、うんうん、自分一人のやり方じゃなくって鼓動のメンバーのいろんな人のやり方を聞くことで共通点が発見できる、うん、私にとってもすごい勉強の、はい、時間になりました、うん、そうなんですよ、ね、もうだから鼓動をみんなでこう知恵を寄せ集めてですね、皆さんに対しての質問に答えてるっていうのもすっごい魅力なんじゃないかなって、もう、うんうん、うちはですけど思ってます、この太鼓の学校、うんうん、
続いて、はい、すいませんいいですか、はい、日本から参加してくださってる方もたくさんいらっしゃいます、はい、感想としてはですね、世界各地の方も一緒に稽古しているのは嬉しく、より実際に一緒に太鼓を叩きたい気持ちが高まりますということで、本当に時差を飛び越えてと言いますか、うん、大変そうでした ね大変そうでしたよ、この時差は本当にね、はい、ブラジルの方とか早朝の方と、深夜の方とそうそうすごい大丈夫ですか、真冬の方と真夏の方、うん、本当にこっちはね今扇風機つけてても全然暑いんですっていう人から、うん、めちゃくちゃ厚着してる人までいてわー面白いなっていうのがありました、ね、もう一つ日本から、はい、講師の皆さんが第一線でご活躍されてる中、こんなに気さくに人間味があふれるご対応をいただき心から嬉しく感謝していますということで、僕たちも本当になんか飾らずに、うん、なんか等身大でいつも触れ合わせていただいてますよね、うん、そうですね、それこそ僕が一番若手のまだ舞台経験も浅い中でその講師として立たせてもらっているので、はい、その中で僕が皆さんにお伝えできることってやっぱりその成長していく過程を一緒にこうシェアしていくだったりとか、それこそ皆さんと一緒に話していく中で、なんならその講師の人の通訳をしている中で、その人からその講師の方から僕が吸収できることみたいなものもあったりするので、むしろまあ、ある意味みんなと同じ受講者の皆さんと同じスタンスにいるような立場ではいるので、すごく、うん、充実した時間にはなってますね。ねえ、嬉しいですよね。嬉しいですね。反対側ブラジル、反対側って何の反対側やねんって話ですけれども日本の反対側ブラジルの方からもいただいてます。一人一人の講師の方々のコツだったりだとか、個性を伝えてくださるところだったり、一つ一つの質問に丁寧に答えてくださる ところがとてもいいなというふうに思いました、うん、であったり、スイスの方、うん、サポートスタッフの対応がとても分かりやすく的を得ているし、うん、親切でありがたいですということでした、うん、たくさん寄せていただきましてありがとうございます。ありがとうございま す。やっぱりなんかいろいろ試して、うん、あでもないこうでもないってやってた、その細かい部分がめちゃくちゃ伝わってるんじゃないかなっていうのをやっぱり感じましたし、まあ、ここからね今このメッセージはゼロ期トライアルで行いました、はい、ゼロ期の皆様から寄せていただいたメッセージですけれども、絶賛現在第1期進行中ですね、はい、そして2期ですよ、お予定されております、はい、この2期の話しましょう、はい、もうこれ聞いてくださってる皆様も2期はないのかなって思っていらっしゃると思いますから、はい、そういった皆様にご案内でございます。2期の概要説明、はい、誰がしますか。あ、俺え、だってずっと僕話してるもん。そうだよ、ありがとう翔吾。いや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 、最初に全然話しませんからとか言って結局こうなっちゃうし、リスナーの皆様もそろそろ他の人回してよって思ってるんですから。いや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 、安心感あります、うん、ありがとうございます。ということで、あ、じゃあ時期言おうか、時期言おうか、はい、はい、細かな情報、はい、第2期ははい来ました、はい、実際行う期間は、今年の5月から開始します、はい、9月まで4ヶ月、はい、あります、はい、その応募受付期間は2月1日よりもうすでに始まっております。始まってますよ、はい、3月27日までとなっております。はい、あと1ヶ月ぐらい。そうですね、はい、のどんどん、はい、応募してください。お待ちしてます。お待ちしてま す。今回ですね、2期の講師はですね、私と時代順がメインにはなるんですけれども、はい、なんとお、うん、米山瑞希とあららら船橋雄一郎さんがサポートメンバーとして入ってくれております。これまた個性的な皆さんが登場いたしますよ。どんなメソッドをお伝えしていただけるのか、私たちも楽しみにしてます、うん、はい、はい、純くんもなかなか濃いめですからね、キャラクターね。そうだね、うん、ダンスしてたからね。そうなの、ジュン君はゼロ期も1期も関わってね、うん、くれてましたけれども、うん、彼らしい、スタイルで皆さんに伝えてましたね、うん、なんか、うん、オッケー
イみたいな感じで、ね、ビリーズブートキャンプ的なそうそうすごいハッピーマンな感じで引き続き2期も頑張ってくるんじゃないかなと思いますよ、うん、はい、はい、そんなところですか。そんなところですかね。はい、はい、もういいですか2期のことは。まあでも十分これまで太鼓の学校についていろんな魅力紹介できたなっていう感じしましたし、聞いてくださってる皆さん方にもなんか伝わったんじゃないかなって感じはしてます。ちゃんと伝わったかな、まあ、今言ってること以上にもっといろんな詳しいことが知りたい場合はですね、ホームページの方にも太鼓の学校、太鼓の学校と検索していただければ載ってますので、はい、はい、ぜひぜひ、はい、より詳しく知りたかったら、このラジオの、ね、メッセージフォームに寄せていただいてもよろしいですし、コドの方に直接、お声を届けていただけたらなというふうに思います、はいはい、さ あ, あんこれにて今回のハートビートラジオ、はい、おしまいとさせていただきます。急にネーミング参りました。はい、はい、これからも、はい、あれさまざまな何何いいのいいの何何なんかまだあった全然ないですよ。なんか一人ずつ言わない新しい日本語の形が生まれたなっていう感じでした。これからもあれみたいな感じ全然大丈夫ですよ、はい、締めていただいて。さあ、はい、これにて、はい、今回のハートビートラジオはおしまいとさせていただきます。はい、はいはい、これからも様々な活動をしていきますので皆様応援のほどよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、ということで、第2期に向けてということでしたけれども、まあ絶賛1期ね、はい、今進行中ですけれども、はい、素晴らしいフィナーレが迎えられるといいなということと、やっぱりねリアルな企画も実現できるといいなと願いつつ、うん、まあ、そうじゃなかったと、ね、もし叶わなかったとしても諦めませんから私たちは。はい、やりトライし続けますから、うん、はい、そういうつもりで、はい、興味を持ってくださった方々には一人でも多く参加してほしいなということを思っておりますし、毎週ね必ずリアルタイムで鼓動のメンバーと一緒に稽古ができる、そして世界中の太鼓愛好家の皆様と一緒に時間を共有できるということが本当にこの太鼓の学校素晴らしいなと参加させていただいて思ったし、いろんな価値観に触れていく中で自分自身の学びにもなるなと思ったので、なんか引き続きこの学校が続いていくといいなと私は思ってます、うん、はい、ケントさんどうですか。はい、私最後にちょっと聞きまくってたんですけど、はい、でも本当に僕ゼロ期をやっぱやって、まあ、これだけ世界にまだ行ったことない国もあったし、うん、やっぱりそのまだ実際会ったことはないけどとってもたくさんの知り合いの方ができたので、うん、やっぱこれからツアーしていった時にそういう皆さんと実際会えるのはすごく楽しみだなって思ってます。まあ、確かにいいな。海外ツアーね行ったら会えるよねきっとね。はい、そんなことも楽しみになりました。はい、太陽さんなんか言い残したことありますか。言い残したこと大丈夫。うん、まあ大丈夫です、はい、まあね、まあでも2期の時は僕は、その期間中は日本国内のツアーだったりを回っているの で、ね、はい、まあ、今までみたいな関わり方は、まあ、残念ながらできないんですけども、でも太鼓の学校で僕も学ばさせていただいたので、それをちゃんと舞台で消化できるように精一杯頑張りますので、それこそ日本、まあ、ないし世界で新たに知り合った方々と今度は劇場でお会いすることを本当に楽しみにしております。イエーイ、はい、頑張りましょう。はい、吉江さん大丈夫ですか。締めは吉江さん大丈夫です。大丈夫なんだ。いやいや、もう私これからもねちょっと追求していきますよ。はい、鼓動のメソッドとは何ぞやっていうところが一つではないにしろ、うん、なんかこう求めるところ最終地点はみんな一緒なような気がしていて、はいはい、うん、なんかこうそれぞれ体も違うのでいろんなやり方はあるんですけど、なんかねこの範囲っていう鼓動の中でのものがこうまとめていけるんじゃないかっていうちょっと自分では考えておりまして、それが自分が橋渡しとなっていろんな人にリサーチしつつ、うん、探していきたいなとこれからも思っております。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ということで今回も
ご視聴くださいましてありがとうございました。ありがとうございました。次回の配信もお楽しみに。